シロプテルスは古代3期前進予から新大3期中進予にかけてアルゼンチンに生息したフォルスラコスカの絶滅した属。他のフォルスラコスカ鳥類と比較して細く小柄であり、特にピーバッチマニーは背丈70から80センチメートルで体重5キログラムと基地のフォルスラコスカで最小の種である。本属で最大の種も体重7キログラムに過ぎない。 重い体と極めて小さい翼を除けば、現在の赤のガンモドキに類似する。赤のガンモドキとプシロプテルスのカギ爪はどちらもエールで、湾曲し、水平方向に圧縮されているという点で、形態学的に酷似しており、これは、プシロプテルスが、獲物への攻撃にカギ爪を使っていたことを示唆している、可能性がある。巨大な、 フォルスラコスカ鳥類とは違ってプシュロプテルスはカギ爪を使って木に登り、さらには飛翔することが可能だったとトンニとタンブシは提案したが、後に否定されている。フォルスラコスカの最新の分類体系の改定では、プシュロプテルスはプロカリアマやパレオプシュロプテルスと共にプシュロプテルス赤に分類され、プシュロプテルス属は4種を含む。プセラプタースバッチマニーは、 フォルスラコスカで最小の種であり、ピーやファイネスとのみ競合していた。本種は、側根中足骨のレクトタイプ標本、LMP-168 から定義されている。本種に割り当てられている他の骨は、同一個体のものと見られる足の骨を含み、この他には、ほぼ完全な骨格プーム -15.904? がある。化石は、 中心宇中期にあたるアルゼンチンのサンタクルス州、サンタクルス層の複数地点から発見されている。他の重要な特徴としては、前後の低い頭骨と、上顎、前眼下窓の前円部の極端な傾斜が挙げられる。なお、残りの骨格にも違いは存在する。シノニムは、以下の通り。ブロッド後部は、プセラプタースマイニューチューズアマーギの1981。 を別種としているが、不完全な側根がかわし骨では、P バッチマニーとの識別は不可能である。ピールモイ内の復元図、プセラプタースルモイ内は、P バッチマニーと同時期に生息して、非常に似た生態的地位を占めたと考えられているが、ピールモイ内の方が、推定体重 7kg 近くと大型である。本種は、ソね足根骨のエミタンである、レクトタイプ標本。 MLP-162 により定義されているが、様々な化石が本種に割り当てられている。化石は、中心宇中期にあたるアルゼンチンのサンタクルス州、サンタクルス層及びモンテレオン層の数多くの地点から発見されている。頭骨の上部と上顎骨及びあまり傾斜していない全眼下窓の前円部が特徴である。残る骨格の際については、 シンクレールとファーが執筆した1932年の論文で言及されている。多様な標本の間で不一致が数多く参見されるが、これは年齢あるいは性に起因するものとされている。しかし、現在ピールもいないと、ピーバッジマニーに分類されている資料は、詳細に検討すると種レベルで再分類できる可能性がある。シノニムは以下の通り。 プセラプタースアファイネスは、側根中足骨膜に A-52 から184のみから知られており、体格は P バッチマニーに近いことが判明している。古代3期前進予にあたるアルゼンチンパタゴニアの中、部州で1899年に発見された断片化石のみが判断材料であるため、さらなる化石が発見されると4種の分類に役立つ可能性がある。 体格が異なるもののピーアファイネスはもともとホロラコス属に分類されており、速攻中足骨の溝によりピーバッチマニー特別された。バーテリーらは未だ本種をホロラコス属に分類している。ブロッド工部は本種を1967年にアンドリュー・ソルニス属に分類したが、今日ではこれは正しくないと考えられている。ーコルザカスの 速根中足骨プセラプタースコルザカストニアンド単物詩1988は最も新たに発見された種であり、ピールもいないと体格は似ている。ホロタイプ標本である和語、全種の一部と速根中足骨を含む不完全な骨格のみが発見されており、大腿骨の正面に存在する溝により定義されている。中心予行期にあたるアルゼンチンのブエノスアイレス州。 アロージョチェイシッコ層から化石が発見された。ありがとうございます。